うっす。ドゥルドゥドゥンドゥドゥン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 ドゥドゥンドゥドゥン。あ、そうだ、仲間増えてんじゃない、ぼちぼち。ねえ、仲間が増えてんじゃないの、そろそろ。謎の店75、あんまスペシャル、自分魚雷。いやっていうか、俺もう金がなさすぎるだろ。これもう金はどこだよ、金がないぞー。ステータスも全然上がんねえし。上がった、なんだっけ、武器投げ、武器投げはもういいよ。武器投げはもういい、何にもならない、武器投げは。よし、ならば武器かい、武器でいくぜ。防御、防御いいんじゃない、だって俺はハイパーガードをさ、ハイパーガードを覚えたんだからよ。防御はいるよな。何？もういい、カワチだ。てか、力五郎がもういいよ。力五郎お前。力五郎お前！てか、レベル上がんの？どこにでもおるな、お前。てか、こいつあれじゃねえか。西村じゃねえか。平作。西村に関わってる暇はない。さあ、行くぜ。ブン。ドン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 。仲間を変える。へえ、喜んで。鶴松しかいねえな。ちょっと見た、これ比較したら分かるぞ。お前今まで全然気にもしなかったけど、こうやって比較すると明らかだ。目から上のみが違う。その下をすげ替えただけすぎだよ。鶴松行くぞ。てか2人だけかよ、鶴松だけかよ。よーい、一回殺しといた方がいいな。おい、下脱しろお前、この世、この世下脱せ。俺の教えだ。よし、下脱完了。生まれ変わった鶴松、よかったな。これでお前はまた新しい体を手に入れた。こういう価値観でやってるんで俺ら。おい邪魔だお前。さあ仲がいいな。ドゥンドゥンドゥン。あ、もう一人どこだよ、もう一人どこだよ、どこ行ったんだよ、もう一人おったら。あいつどこ行った、このニヒルマンしかいない。てか、鶴松ちょっと強くなってんだけど。なんでちょっと、ちょっと待って、鶴松ちょっと強くなってんだ。そんなんじゃなかったのお前。なんでなんで、力五郎がいない間になんか鍛えられてる感じ。秀吉。秀吉おじさん殺してしまった俺。弁士。おおね、え、何その攻撃性、怖い。鶴松の一面を見た、バイオレンス。おお、なんだその攻撃性は。狂犬関五郎、やめろ遅延行為や。もうちょこい降りろ早く。よし、もうお前も鶴松に殺されるぞ、鶴松に殺されるぞお前。殺せやお前、無の境地だ、鶴松。やめろ。よし。てか、金12しか落とさねえじゃねえか、こいつら。ポンコツ殿が。え？あそこったんか。なんなん？来いよ。全然来ねえ。あ、来た来た。なんか奥歯に詰まっていた。工事が取れた。ブラゴロ。よし。なんで一人ずつしか来ねえ、もう一人と来い。斎太郎。もう一人来い。斎太郎。ジャンプパンチの威力は、上気を逸している。おい、お前。俺の金を取るな。金を取ることは許さん。プシプシ。パンチの方が強えじゃねえか、マッハキックよりも。マッハキックあかんぞ。うわぁ。このジャンプが強い。ダッシュジャンプがやべえ、重い、やばすぎるぞこの一人だけシステム。よし、この一人だけシステムがやべえ。なんでこの物言わぬ屍になるわけこれ急に。おお、鶴松よ、鶴松引いてみるか。よし、あれ足も連れてっておくんなさいよ、裏切りやがってこいつ。あれこれ引けねえの、おい。俺が通るぜ。
おい、俺を挟むな。俺は挟んでバトルするな。あったぜ。俺の相手。これ面白い。国政が通るぜ。国政宅急便。国用の宅急便。死んだ。俺が遊んでる間に国用の宅急便。なんだこれは。これがハイパーガード。俺は普通にやっても強いぜ。普通にやっても強い。わしも連れてっておくなさい。分かったよ。それでいくよじゃん。でもお前こんなことしといてもなんか連れてちょっと壁ができたな。溝が。仲間を変える。いや、いねえじゃねえか。もう死んだ。死んじゃった。ちょっと連れてかなかったぐらいでお前死んだぞ。もうまあいっかするが、あんなやつ殺していいわい。ドゥテンテテッドゥテン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 。てかレベルアップのスピード速くしたいな。レベルアップのスピードを速くするにはどうしたらいいんだ。全然育ってねえじゃないかこれで。大して育ってねえな。陸中新助はレベルアップを早くする方法を求めて陸中に来たのだ。ここは一体天上界。恋ないがありそうだ。太いたすき、成田のお守り、スケスケの旅。いらん、そんなものはいらん。お、水がない。謎の店。謎の店、レベルも何もない。元祖謎の店か。アップが2倍。魔法の量もない。マップのカーソル。達人メガネ。達人メガネってなんだろう。達人メガネ買おうかな。アップが2倍。じゃああと4000両だな。4000両行くわけか。4000両がどこで工面すればいいんだ。4000両を工面するのが大変だな、そもそも。すごく金が欲しい。スパイクセッターいらんな。これこれがあると普通に歩けそうだな。金が欲しい。それにしてもお金が全然ない。もう一体40両ぐらいくれよ。稼ぎが足りねえよ。こんなとこにもあったんか。アップが2枚ってここにも売ってんのね。なるほど。そう、まあ、いいこと聞いたな、これ。いいこと聞いた。どっからどこに落ちたんだよ。どこからどこへ。おい、出れねえぞ。五尺ふんどし、不思議な薬ってなんだ。50はすごいな。50って。いや、どっち行けばいいの。ここ神月の国。いや、さっきは、ああ、よかったよかった。吉次郎の夏。指之助。アップが2倍を買うぞ俺は。それだ、それのみを、もうそれのみをモチベーションに致す。てか、あそこにあった店って基本的になんかどこにもありそうだよ。どっかそれぞれ。これ、このハイパーガード、これが強い。マジで攻防一体の最高の技だな、これ。なかなか強いんじゃない。なかなかつうか、かなり強くない。おい、お前今金取らなかったから鶴松。おメガネ野郎。メガネ俺。許さん。お、24も。素晴らしい。こいつらは何体あと。24、だから50体ぐらい倒していいな。50体倒すぞ、お前ら。50体って結構多いな、お前。まあでもアップが2倍だからな。おやった。そうしてる間にもレベルはどんどん上がって強くなっていく。文明は発達していく。太陽の塔、タクシー、飛行機。文明は発達していくぞ。ドゥ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 。取るなよ、お前。取るな、お前。
ちなみに今ステータスいくら？いくらっすか？防御40。防御いいよね、これ。武器。まだ裏武器上げて。あ、そうだ、武器。武器上げてんだったらさ、使おうぜ。この岩をよ。うほ。こんな武器別上がらんでも死ぬでしょ。武器、1でも強いよ、こんな。てか武器が上がるって何だよ、その人。使い方。武器全般に長けるってこと？ストライダムみたいな。おら強なんで強さだ。これから武器の時代が来たというわけだ。強すぎる。そうか、武器投げを俺は強くした。中出てきた、したから。ほじったら出てきた。切り株の上に、シューベイが。シューベイ切り株に守られてんじゃねえ、お前。このシューベイが。切り株をくれ、俺に。切り株下がれば。切り株で化ける、俺は。切り株をくれ。僕ね、おつえ、ほらお前、鶴子、この鶴子が、よし死んだ、じゃあものが、これで強くなったぞ、パワーアップ、邪魔者がいなくなってパワーアップ、よっしゃ。なんか読み込みが早くなった、あいついなくなった。おい、読み込みが早くなったぞ、鶴松がいなくなった。なんとありがたそう。読み込みが早い！じゃあいらねえよ。ガク。めっちゃ早くなったんだけど。ドルドルドル、ドルドルドル、ドルドルドル。誰？怖いな。岩にしようぜ、岩の方が強いでしょ。人六、足が相手になりやしょ。やべえぞ、なんか。もう顔がやべえもんな。人六。なに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 、ちょっと待ちたまえ、待ちたまえ。いや、ちょっと武器一体101じゃきちい、101じゃきちいわ。いや全然動かねえ、なんだそりゃ。てかみんな使うじゃないか、そらみんなぐるぐる回るやつ。うおー、はまった、今はまったせー。岩塚よう、うまく使った。トラゾーの一味じゃねえんですか。申し訳ない。ここは一つこの人力に一肌脱がしておくなせ。うちの金助を助っ人にどうで。鬼切るぜ。やった。助っ人をもらった。金助を。新助&金助でいくか。そして1243問。あと少し。もう少しだ。もういいよ、お前らは。沢口じゃねえか。沢口一派じゃねえか。金持ってないやつは来るな。金持ってないやつは来るな。24よ、24問だ。最低価格24問。そこからだ。お前らは来るんじゃねえ。お前ら10問だろ。18人倒して、ボス倒しても120問だ。バカタレが。あと、戦いにくい、ここ。あれ？なんでこっちに出るんだ？おかしくねえか。なぜそうなる。こっちだな。あ、そうか、こっちに行けばスルガだな。シルガ。もう鶴松なんてリストラだ、お前。金助だ。そりゃ使うだろ、お前。クロスカントリーにも強いしな。こいつは。さあ来たぜ、ブン。相変わらずお前目から上しか変わんねえの。まあ行こう。緑似合わねえなお前。茶色にしろ制服。おお早っ。俺に歩幅合わせてる。俺に歩幅合わせてくれてるぞこいつ。なかなかのナイスガイだ。誰来い。なんでこんなおるんじゃ。ここ、こいつらしかいねえな。なんか灰色のやつおったよな。あいつなんだ。めちゃくちゃ歩幅合わせてくれるな、お前。紳士か、金助。こいつバケツ投げたらこっち行くんじゃない。なんでだ。まだそこにあるはず。あ、ダメだ。もう一回。
モジュロだ。クソ。モジュロだ。リセマラ、リセマラをするぞ。よし来た。いや俺がハマってしまった。これでいいんじゃない？こうやって、あ、でもなんかどう思ってもこうなるんだ。ジャンプせずにやってみるか。待ってくれー。俺にもかぶるっつなんだ。俺も今津さん今の持ってきやした。流行り山に効く漢方薬だそうで、文蔵さんに渡しておきやしたぞ。あ、そう。なんだこれ。やばいことになったぞこれは。俺はまずいですよこれ。ちょっとまずいことになったな。だいぶまずいことになってる画面が。まあ行こう。これで見舞いに行く。漢方で復活。おかげで動けるようになった。おめえさん一人に苦労をかけられて支度はできてるぜ。で、金助仲間になったばっかなんだけど。それではお気をつけて。三吉どこいるの？三吉はどこ？いいよ、だってこいつとまだ俺何もやってないんだぞ。ちょっと外れなくなった。威嚇行だ。よしよし。おい、怖いよ、お前は。ってのかな。水入れはいいよ。稲葉子、稲葉と肥前にいるやつ。稲葉と肥前にいるやつ来い。ここが俺のホームベース。ここが俺のホームベースである。てってれって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 る、ボンボン、ボンボン。ん？待てよ。待てよ。賭博で増やせば、アップが2倍が手に入るんじゃないか。静かにしろお前。よし。なんでだよ、おかしい今のは。物理の法則に反してるだろ今の動きは。取れた樽を追い越してもう一回ハマったぞ。お前ずっとそうなのか。よし。半分かけるか。半分かければさ、1800枚になるでしょ。半分かけて。よし、氷いくぜ。今はよく考える。俺はビタコマ2回やって2回負けてるから。今、運が溜まってるんだよ、俺に。半分かけるぜ。よし、ここで勝てば。超過半。どうする？ちょっと半。半ねっ。もうダメだ。かけなきゃダメだ、もう。止まれなくなっている俺はもう今。止まれない。もう日常には戻れない。もう俺は日常には戻れないぜ。はい。あはん！やったぜ！もう真面目に働く俺は。もうやらない。真面目に働くんだ俺はもうこれから。よし。もう来ねえ。もう俺は真面目に働くと決めた。ここで改心するのは俺だ。俺の偉いところだ。カーチに来いよ、お前、カーチ。お前が来るんかい？水色。水色が来てどうする？お、トサに。でもトサはやべえ。来い、来い、来い、お前、もっと。水色、水色じゃねえよ、こいつ。テステ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 ステステステ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 デルドゥルデン。お、いた。よし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 。こいつら倒しても何にもなんないでしょ。いや。来いよ、お前。エッチを土佐にいるやつ。こいつ倒しても何にもなんねえんだよ。いや、戦いにくいからむしろ俺が土佐に行くか。迎えに行こう、あいつは。デルデル。こっちだよな、確か。デル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 。土佐地獄。ここか。ここを抜けりゃいける。本当にいるんだろうな。どうしよっと。謎の奴らに喧嘩売りに行く。おいた、本当に。まあ色は似てるけど微妙に違う。おお、金助強いぞ。これが金助ならば俺はこっちへ行く。なんで来るの？
強すぎる。よし、1258もいくら持ってる君。お、流れてきた。便利だこれ。いくら。うわ、26もある。やった、26持ってる。嬉しい。お金が2倍入ってないの。むしろくれよ。16万じゃねえかよ。おかしいだろ。何が上がった？武器、武器と防御。よし。よし。16で終わる。そして流される俺と金助。あいつら田中は、でもなんであんな金もらえねえんだ。てかこのまま行ったらほとんど何も成長しないまま終わるぞ。何も成長しないまま終わる。それはダメだ。それは許されない。それは許されることではない。よし、カーチン来たぞ俺は。それは許されることではない。ドゥ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 ルドゥルドゥル。急に画面が映らなくなってしまったぞ。しかし、新助の旅は続いていく。俺はここで、みんなは見ていないが、みんな見えないかもしれんが、俺はここで全部賭け、そして勝つ。必ず俺は勝って帰るぜ。さあ行くぞ。蝶に賭けた。蝶だ。よっしゃー、蝶あれだぜ。よし、さらにこれをバイプし、今この思うは今勝負ができる状態になる。よし、さらにバイプしするぜ。次の勝負はそうだな、半にするか。43の半と出ました。おっしゃー。おお、画面が戻った。みんなにお見せたかったぜ、俺の勇姿。さあ行くか。こうして全てを手に入れた俺、賭けに勝ったぜ。どこだっけ、越中か。俺は越中に行く。越中かもしくは陸中。長門はいいんだよ。長門はなんだよ、大体あの長門どういう土地かどうかもわからない。ここじゃないよ。効果が2倍欲しいな。効果が2倍じゃねえ、アップが2倍か。アップが2倍絶対欲しいよな。ドッテンドルドッテンテン。すまねえな、気使わして金助。じゃあそう、文蔵入れてみるか。あっしは何もできねえよ、せめてお父さん無事で。え、そうなの、あれさらわれたんだっけ。あ、そう。知らんかった。知らんかった。よし、文蔵来い。蔵文、うん、そんな強くねえなお前。え、そんな強くねえって言ったら、よ、力五郎より弱いじゃないか、お前。なんだこの中途半端さ、文蔵、おい。文蔵、おい。じゃあ、陸中に行って、あれを、アップが2倍を書いたら、ドゥン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 。ここ。さあ、来たぜ、アップが2倍。こちらでよろしいですか。日本語前のお前。じゃあこう、達人メガネ。このメガネをかければ敵の技を盗めるような気がする。俺は自分の勘に従う。結局のところそれが一番いいんだ。寿司、寿司。じゃあ不思議な薬使ってみるか。不思議な薬を使った。ニコニコしてきた。アップが2倍。アップは2倍を使った。今からステータスアップが2倍になります。あ、これ装備品なんだ。達人メガネ、クリマス達人メガネ、三吉を守り、クリマスの防御。あ、うまっ、すげえ。じゃあ防御はもういいな。よし、ならばおい、一度キックを上げるか。これはアップが2倍にしたよ、 100%。 これはすごいことになるぞ。アップが2倍の上に。
すごい。さあ修行だ。これは修行にも身が入る。さあ来い、駿河だ。俺は駿河。おい、誰もいねえってどういうことだ。誰でもいいから来い。もう金はいいぞ。お前でもいいから来い。はいはいはい。ドゥッ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 、はいはいはい。よし来たな。バカどもが。今日の俺は一味違うぜ。マップが2倍がついてるからな。お、戦いやすい土地に来たな。お、強い文蔵。これが文の力。文のもの。これが文のものの力。キックが1しかねえ。もうこれをいい加減卒業したい。これを卒業する。今宵俺は卒業する。見ててくれ。俺は必ずこの状態卒業するぜ。お、気持ちいい。なんという気持ちよさだ、今の。何、俺は思ったまま。お前を乗せて、坂道登るって、決めたんだ。しかし殴ってしまった。おお、立体バトル。糸吉。半助。もう金もいらねえな。もう俺は手に入れたいものすべて手に入れたぞ。アップが2倍とあれがあればもう。おい、俺の手柄を前から。まあいい。まあいい。邪魔なんだよ。それはそれと、それはそれとして邪魔だっつうの。また会えば。つい手が出しまった。すまん。悪い悪い。お前、頭突きはどうした？どうだ？頭突きしねえな、お前。頭突きはどうした？長いらしいな、やっぱ、ここは。で、俺死ぬぞ、もうすぐ。下手すりゃ。わぁ、危ねえ。狂気が、お前。おい、やめろや、お前。死ぬやんけ。うらぁ。光栄も。次から次へと、どっから出てきたやつ。はい、このキックを強くしたい。ん？強く、え？強くなった、今。強くなってないよな。音出るもんな。さあ、エク。アップしたいぜ。やっと！ドクロが出た。35。一発で。一発20も上がる。倍以上になったぞ。あ、こっちか。この文蔵の目の動きで分かる。どっちにいるか。アグジじゃねえか、お前。うおお、急激に強い。強すぎる。あまりにも強いぜ。あまりにも強い。邪魔じゃ。そりゃ強い。俺たちは強い。割り振り。用事でも結構はいいだろ、ここら辺で。つつましい俺の。よし、素早さに着工する。ついに。素早さほとんどねえよな。15しかない。これを、俺は今から上げに上げる。さあ、こいつ次のやつ。俺はレベル上げマシーンとかしたぞ。なんでそんなとこに冷蔵と長と。来い、早く。水色のやつは来なくていいよ。てか来ないんじゃない、ひょっとして。え、そういうこと？来ないの？あの、あいつ逃げてんだよ、ひょっとして。だからな、遠くにいるのか。なるほどね。なんか初めてだな、追う立場が。追う立場って初めてだよな。今まで追われる身だったからさ。追いかけられたことなかったんだ。どこだ。てて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 。どこだよ、もう飯食ってくかも。体力ねえわ。飯汁漬物。よし、じゃあ今日はこの飯汁漬物魚で定食といくか。まずはそれぞれか。まだまだ食うな、お前。食うなよ。よし、食ってないな。食ってなくて。よし。今日は飯汁漬物魚定食か。これはうまそうだな。まずは魚から。ほくっ、うん、そして飯、カカカカカカカ。そして次は汁、締めに漬物だ。コリッコリッコリッ。新助の体力は最高だ。回復したぜ。
これが食のパワー。確かに血肉とったぞ今。確かな血肉となる。文蔵は死んだけどいい。文蔵は死ぬものだ。文蔵とウサギは死ぬものだ。文蔵とウサギは死ぬものだ。ていうかマジでいない方がいいじゃないかこれ。なんかマジだ。強い。なんて強さだ。強すぎるぜ。なれ。てか弱いなお前ら。強すぎる。マジで強えな。取り落ちもしねえし、文蔵がいないから最高じゃねえか。最高だぜ。このアッパーの判定どうなってんの。国をアッパーカット、熱血アッパーカット、こっち来い。そこ行くとあれなんだよ。シュピ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 シュ、もういらんそんなの。ほらドゥドゥドゥ、おい、どのぐらい速くなったお前で。お、え、お、なんか速くなった気がする。ちょっとまだ気がするぐらいだけど、うわ、いやいやいや、速くなったぞ。なんかちょいちょい実感してきたわ、この幸せを。幸せを実感。もう次出てきた瞬間に殴ってやる。こいつ、お前との戦いは飽きた。なんでつかんと、やがましいよお前。もうバレてんじゃん。なんでオルトラがおってかい。早い。だんだんこのアップデートのこの調整の強さが分かってきた。実感。こんなこんなに効くのか素早さ情報調整。こんなにも強くなった。よし、もう一度レベルアップだ。もう一度レベルアップだ。素早さを上げるぜ。早く来い。俺は上取るんだ。俺は上取る。来たな。早く来んか、沢口。ついてこれるかな、文蔵。無理、え、お前の方が早いのかよ。くそ、生意気だ。お前みたいな。パワー系に。お前パワー系やろ。なんで俺より早いんじゃん。許さんぞ。許さない。もう文蔵を殺した方が早いということが分かった。そうなれば俺は容赦しない。文蔵を殺す。プシ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 。よし、二人まとめていってやるぜ。さあレベル上げさせろ俺に。レベル上げマシンだぜ俺は。あ、ダメだ、これじゃ置き攻めになんねえ。ちゃんと 寝てる時に。クロスな、無駄に。コインやめろや、ゴーダまずい、死んじゃう。おい、お前今とどめ刺しに来なかったか。お前マシン直前に寿司食ってやるよ。待てよ、これ体力回復した方がいいんじゃないか。やった、55、急激。ちょっとまずい、俺体力が低すぎることに気づいた。体力を上げよう。早急に、早急に体力が必要だ。よし、怖っ、これがアップが2倍。おい、速くなったか。ちょっとわからない。あれ、そんな速くなったわけ。なんでだ、3倍以上になったはずだ、初期値。おかしいぞ、話が。話がおかしいね。話がおかしいぞ。いや、速くなったはずだろ、わしゃ。わしゃ、速くなったはずじゃ。おお、下から。まずい、寿司だ。ここで天使の聖杯を使う。寿司、うん。まずはシャリをつけて。プシッ、チョン。これは地神型。なかなかの腕前だ。うまかった。最悪の寿司のレベルだ。もう一度取り直すか、今。寿司のレビュー部分だ。翔太の寿司の読み込みが足りてない。体力全開したのは4しか増えてねえもんだ。最大は回復するであろう寿司が。あ、そっち行け。ちょっと怖いなこれ。
あっちの方殴られたら終わりだから。よし、お前らやりやれ。死んだ。分ぞ。親分ずらしてるくせに大して強くないって。お前親分ずらだけだ。親分ずらしてよ。うおこれは別ラインからのかっこいい。下から突き上げた。おい、よし、かっこいいな今の。よし、レベル上げをするか。おお、もう文蔵が追いついてこれないぞ。文蔵はもう二度と俺に追いつけない。文蔵、お前もう終わりだ。二度と追いつけんぞ。よし、69だって。なんでこんな威力が分かった。素早さ上がったからだ。ダッシュ攻撃の威力上がったんだ。そうだな、そうだな、正吉よ。よし、2人、3人、文蔵を殺せ、文蔵を殺せ。ミッション、次のミッションは文蔵を殺す。テテンテン、よし、文蔵ごと。もういいんだよ、文蔵はもう。もうな、文蔵はもう十分生きた。もうお前十分生きた。そうだろ、生き物には終わりよ。あれ、今死んだ文蔵が、あれ、一度は死んだ文蔵が今、え、どういうこと。ネクロマンサーした今。一度は死んだ文蔵が。え、103、え、100ずつ上がるの。100ずつじゃない、40上がったよね今。上がりが2倍なんだ、他のやつに比べて。他のパラに比べて。すげえ。あ、文蔵は今度こそ死んだ。今度こそ死んだ、文蔵。しかしこれ体力を実感できねえな、これじゃ。これじゃ体力を実感できねえ。実感してえぞ。実感してえぞ。どうすりゃいい、宿でも止まるか。もう宿に泊まるのはちょっとやだ。おい、沢口。早っ、ちょっと 俺にも制御しきれんぞ。これ制御しきれるかどうかわからないぞ。あまりにも早すぎて。あまりにも早すぎる。音速を超えている、この速は。音速を超える。しー。何？ならば俺は。ちょ、なんだこれ。この切り株。うやむやにしたうちに勝った。まあ、いくら？あれ？まだ55なの、素早さって。嘘！まだ55なの。なのにこんなに早いの？すげえ。ちょっと。まだレベル上げ足りねえぜ、俺は。まだレベル上げ足りてねえ。あと武器も欲しいな。まだいっぱいやりたいことがあるぞ。しかし、今日はここら辺にしとくか。